それではドラちゃんに、はい、チャンネル登録1万6000人突破記念のプレゼント抽選をやっていただこうと思います。はい、ドラさん、よろしくお願いいたしますね。はい、あんたも欲しいの入れたんやろ。入れました。はい、じゃあまずは GTR のペンダントですね。ペンダントですね。かっこいいやろ。そうですね。GTR といえば日産ですね。そうですね。これステンレスなんで錆びない、うんうん、あの大きさもね、うん、大きすぎず小さすぎず、そうちょうどいい大きさで、ちょうどいい大きさなんですよ。うん、じゃあトラちゃんに、ね、じゃあこの中からお願いします。はい、1名選んでください。はい、トラちゃんにもかかってますから、すべてはあんたが悪いけんって言われるけんね。そうそうそう、あんたの生態って言われるけんね。そうそう、言われても知りません。うん、はい、はい、じゃあチャチャチャン、ミッキーさん。ミッキーさん当たりです。おめでとうございます。ミッキーさん、ミッキー、はい、当たったらこれ表にじゃ貼ってもらっていいですかね。はい、違う違う違う、こうそれ商品は横に避けとって。それ入れといた方がよくない。何が分かるって、横置いてきなさい。はい、はい、じゃあ次あの、はい、よろしくお願いします。はい、はい、次は青龍のペンダントですね。ドラゴンです。落としたらいかんって、あんた何しとんねん、バカだね。ドラゴンです。はい、ドラゴンですね。怖いです。姉さん、よろしくお願いいたします。姉さん怖いです。怖くないです。今のはほんの演技ですよ。姉さん怖いです。怖いとか言うな。怖いです。はい、一名引いてください。全部あんたにかかっておけね。恐ろしい竜のような人です。はい、誰でしょうか。誰でしょうか。トミーさん。トミーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。ラッキーですね。ラッキーですね。はい、はい、さあ次は、はい、位牌ペンダントですね。はい、位牌ペンダントです。大切な人とね、はい、いつも一緒に入れちゃいますよ。はい、よろしくお願いします。はい、この商品でございます。はい、はい、骨を入れてください。はい、はい、肺ですね。骨じゃなくてね、位牌。そうですね、はいはい、骨は入りませんね。肺が入ります。はい、一面、はい、よろしくお願いします。はい、ドラちゃんに、はい、ドラちゃんに引いてもらってください。灰を入れれるのは大久保さんです。はい、まさくんおめでとうございます。はい、灰を入れてください。はいはいはい、はい、じゃあ琥珀行きましょうか。琥珀を行きましょう。琥珀ですよ。琥珀です。琥珀色の思い出っていう歌がありましたね。アミンが歌ってましたね。はい、ちょっと別光色ですね。綺麗でしょ。はい、これはちょっとこちらも結構人数がいるので、はいはい、よくよくあのカシャカシャして選んでください。はい、全てはドラちゃんにかかってます。これから秋の季節にはちょうどいい。ああそうね、秋っぽいね。秋っぽいですね。うん、誰でしょうか。さあ、いい人に当たってください。当たってください。しんちゃんです。おー、しんちゃん、おめでとうございます。はい、しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん、クレヨン、しんちゃん。はい、もういいからいいか。はい、次はじゃあ、次は、はい、オール水晶。あら、綺麗でしょ。綺麗ですね。これは一年中使えますね。私の心みたいに綺麗ですね。四つ葉のクローバーのように広がってます。はい、お願いします。はい、はい、さあ、これは誰に当たるでしょう。誰かな、誰かな。女性の人に当たってほしいですね。そうね。はい、こういうのはおっさんがつけても似合いません。でも意外におっさんが当たるんだよ。おっさんが当たって、おっさんがつけてたらびっくりです。誰？ミサちゃんに。あ、ミサちゃん、おめでとうございます。ミサちゃんによく当たるんですよ。素晴らしい。くじ運がいいね。余計なとこで、うん、運気を使ってますね。はい、もう宝くじ当たらんかもしれんね。そうですね。じゃあ次、ペリドットですね。あら、これはまあ8月の天然石です。あら、これも一年中使われても。そうです。差し支えませんね。よろしくお願いします。はい、これは男の人でも女の人でもいいです、ね、あ、どっちでもいけますよ。いけますね。トラちゃん、よくシャカシャカして。そうね、うん、だからまあでも若い人につけてほしい、ね、ヤングにね。ヤングにね、うん、でも大丈夫、うちの視聴者はあのヤングあんまりいないんで。本当です誰でしょうか。ジャイアン。ジャイアン、ジャイアンに当たった。ジャイアン、マジ、ね、ジャイアン当たった、あんた。
え、ジャイアン？間違いじゃない。手首。いや、追加で衣装増やさないけん。じゃあ、お子様お帽子どうですか？可愛いでしょ？可愛いですね。ちょっと反対た。おリボン見せてください。ね、あの、セレブな。セレブセレブな、あんたか、それは。よろしくお願いします、はい、セレブーさん。じゃあ、このお帽子をかぶる子供を持つ親に。お孫さんかもしれんよ。本当にや、ね、お孫さんかもしれん。誰かな、誰かな。誰かな。さあ、いい人に当たってほしいです。当たってほしいです。ミクさんです。ん？ミクさん。ミランさん、ミクさん。みなみさんおめでとうございます。男ですか？ポーチどこ置きました？ポーチはここにあります。 ありますね、はい、じゃあディオールのみえが作ったポーチね、はい、かわいいんですよこれ。あのディオールはですね、キムタクの娘のココミちゃんがあのアンバサダーをしてます。あんたもなんかしいよ。ほんとや、あんたあの動物園かなんかのし。あ、うん、誰かな。誰かな。ディオールが似合う人、マリンさんです。マリンさん、おめでとうございます。ラッキー。マリンさんはどんな人なんでしょうか。はい、さあそしてじゃあアメジストスーパーセブン、はい、2万円相当。あら、これはもう初老のご婦人に、初老のご婦人につけていただきたい。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、品のある初老のご婦人につけていただきたいわ。そうね、うん、初老のご婦人に。どなたでしょうか。どなたでしょうか。ね、恵子さん。恵子さん、おめでとうございます。恵子さんって、恵子さんは、東京の恵子さんです。あら、東京に送らないといけないですね、はいはい、送りますよ恵子さん、よかったです ね、はい、ですね。すごくない。でも何が、これいいよね、うん、スーパーセブンでこれ、はい、君も応募したんやろ、はい、応募してます。これめっちゃあるんよ、はい、一番人気、はいね、はい、どんな人に当たってほしいですか。あ、自分です、うん、ちゃんとシャカシャカしいよあんた、てか私がちゃんとシャカシャカしましたから大丈夫です、それでいいの。仕方ない。誰、タケさん、ちょ見せて、タケちゃん、たけさん、おめでとうございます。外したやん、あんた、私からまた買いな。本当にしょうがない、はい、はい、さあ、そして、特賞ですよ。じゃじゃーん、これスカーフなんと3万円以上します。そのスカーフをつけて作ったお帽子です。男女兼用となってます。お願いします。これも初老のおじさんかおばさんがいいですね。初老がお似合いですか。初老素敵ですよね。あんまり若い人、一番よ、くっついてない？お、ひっついてる。ああ、その人かわいそう。かわいそう。あんたのせい。かわいそう。だから、誰かわからん。誰だ？さ、ちゃちゃーん、ちゃちゃーん。前田さん。前田さん、おめでとうございます。前田さんです。はい、ドラちゃんが引きました。はい。はい、次のプレゼント企画は1万7000人ですね。最近ね、早いんだよ、上がりが。へえ。うん。なんかね、街でよ声もかけられるようになった。あ、そう。うん、あ、みえちゃん綺麗ですね。とかね。あ、同じ声だとか。キードランだ。気持ち悪い。聞けよ。気持ち悪い。ね、そんなんどうでもいいし。はい、当たった方はブレスレットはあの腕のサイズをね調整してお送りします、はい。私の方からご連絡差し上げます。皆様、はい、いつもご視聴ありがとうございました。ドラちゃんありがとうございました。これは違うって。違う。じゃあ、またねー。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 